世話になっております。お世話になっております。はい、本日も釣りジャックの時間がやってまいりました。お願いします。なんか久しぶりだね。気のせい。そう、1回、あ、でも1回空いたんだね。そっか、1回空いてるから、1回空きで細野とキムソウの地元コンビイエーイイエーイ、ね、45LL メバルチューンが発売になりましたので、はい、先日ですね。今日はそれを使ってこれが釣れます、あれが釣れますをやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。お願いします。ういスタッフィン。横を見せてるからか、うん、沖にはそんなに影響出ないようにしてます。うん、遠くで飛ばした方がいいなと思って。このぐらいの距離出てれば多分関係ないと思う。うん、ウィンドの中にいっぱい粘れるかな。メバルからしたらさ、なんか俺らがストラクチャーみたいになってる。間違いない。そこいつのコンセプトは、うん、あの55よりもちょっとピッチが細かいアクションなんだよね。55と比べると結構パタパタ動くの。うんうん、アクションが強く速いんだな結構。ゆっくり引くと、ゆっくりのがいいんだね。うん、アクションがこううまくこう乗ってくるとさ、うん、アクションを起こそうとする抵抗が生まれるから、うん、レンジキープしてくれるんだよね。うん、だから55ってちょっと沈めてもすぐ浮いてきちゃうから、うん、もうほんと水面直下って感じなんだけど、うん、これは2位のレンジまでちょっと沈めてそこからゆっくり引いてやれば、そうだね、そのレンジを一定層、スラックを出すアクションじゃなければ結構アクション入れられる。結構スライド系だ。うん、スラック出しちゃうと、うん、ライン拾っちゃうから回りすぎて、うんうん、っていうとこで使い分ける感じかな。これトップだったら面白いね、このアクション。うん、だからこれだと55のちょっと苦手だったちょっと深いレンジとかも、うんうんうん、ある程度ここ浅いもんね。そうそう、すぐ浮いてきちゃう、うん、だから水面直下を攻めるのにも特化しちゃってるから、うんうん、これはもうちょっといろいろ応用ができる。そうだね。最悪 55SVD とかも合成してきてた方がいいかもね。うんね。45LL フォールで、フォール、リフト&フォール、まあちょんちょんとジャックしてフォールで、いいね。あ、よかった。とりあえず1本目、ありがとうございます。ビビーン、ゴール。いきなりいっちゃうかな。カンベル早いね。あ、ここにいる。サンキュー。チャンネルはそのまま。
ついこの間までベイトだったついこの前までベイトだったやつナイスとりあえずナイスなんだかな面白が跳ねてんだまあそのこの白ベイトのシーバスがいるのか知らねえけど間違いない4号で挑むんですよね